シベニクの聖アコブ大聖堂は、クロアチアのシベニクにあるカトリックの大聖堂であり、シベニク市教座が置かれている。大聖堂は2000年にユネスコの世界遺産に登録された。レンガや木の補助を全く使わず、建てられた石像建築の教会としては、世界で一番大きい。教会の建造は1402年に始まったが、建設計画は、 シベニクが死になった1298年からあった。1431年には、当時の教会を現存する教会にする工事が始まり、数多くのベネツィアとこの地の職人たちが、ゴシック様式のものを混流した。1441年、死の代表議会が、巨匠、ジョルジョ・ウルシーニに仕事を移植した。彼は、神童と後人を加えて、大聖堂を拡大し、 丸天井を乗せる準備を整えた。また、外側と洗礼堂に置かれた71の小さな人間の頭を含む様々な石像彫刻による装飾を付け加えた。ジョルジョ・ウルシーニは1475年に死ぬまで、この大聖堂の造営に携わった。1475年から1536年の間に、造営作業はトスカーナの巨匠。 ニッコロディジョバンニ・フィオレンティーノが指揮を取った。彼は、ルネサンス様式で建築を継続し、マルテンジセ聖ミカエル、聖ヤコブ、聖マルコの像などの外部の彫刻、さらに屋根とファサードの上部を完成させた。彼はまた、ザ・トリホリアズを作り、司祭館と祭壇の造営にも携わった。彼が1505年に死んだ後、造営は、 他のベネツィア人と地元の職人の集団によって最終的に完成させられた。大聖堂は公式には1555年に建造された。教会のドームはユーゴスラビア人民軍の支援を受けたセルビア人部隊による1991年9月のシベニク砲撃の間に大規模に破壊された。しかし数年で外観は速やかにほとんど損傷のない状態に修復された。 この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。